日本共産党が建てた革命英雄記念碑日本共産党は日本の共産主義党派の一つ。下部組織に日本人民戦線がある。日本共産党自身の説明によれば、当時日本共産党関西地方委員会委員で1955年の6全教以来宮本箱素分派であり、徳田路線を継承すべきであると主張し、指導機関から排除された大竹霊一郎が 1958年の日本共産党第7回大会を機に宮本派と田本を分かったのが源流である。大竹は1960年代にプロレタリア革命派を組織し政治メモを発行。1967年12月17日に日本マルクスレーニン主義運動第1回全国大会を開催。1980年7月15日に 日本共産党再建大会を開催した。民政の説明によれば、1956年9月行方を倉増し、日本共産党から除名された、岸田茂雄の流れを組む。1965年9月、吉田志郎、上田人志らが日本共産党を作った。翌1966年、解放戦線から日本マルクスレーニン主義運動が分離し、 1980年7月に日本マルクスレーニン主義運動は日本共産党になった。しかし、これは事実と異なる。日本共産党の出版物と1960年から発行され出した大竹の政治メモは発行形態も内容も異なるものであったので、シダ派と大竹派が別組織であったことは明白である。別の説明によれば、 日本共産党大阪府委員だった大竹竜一郎が日本共産党から分かれて結成した日本共産党が源流である。その後、共産主義者同盟選期派から分離した共産主義者同盟と組織統合し、日本共産党を結成した。文化大革命時代は中国共産党を支持し、毛沢東主義を掲げて活動していたが、文化大革命終了以後に、 大竹礼一郎に対する極端な個人崇拝を行うようになり、また、日本国内の他の毛沢東主義党派への非難を強めていった。1980年代に党運営に対して不満を抱いた一部メンバーが日本共産党を結成して、日本共産党から離脱した。暴力団対策法制定に際しては、右翼団体一水会と共闘関係の軍事組織、 統一戦線義勇軍や山口組メンバーにより設立された大衆団体、任教市民連合と協力して反対運動を展開した。八王子にある革命英雄記念碑には日本共産党の戦後の指導者である徳田九一と革命的行動派として早々期の共産党を導いた渡辺正之助、市川正一の三賢人がここに眠ると記されている。 徳田九一の夫人徳田立、渡辺正之介の夫人丹の説などを党に迎え入れた。党の特徴として、マルクスレーニン、毛沢党だけでなく、自らも、スターリニストであると評判し、スターリンを公然と来賛していることである。機関誌、赤旗のタイトルは、共産党の機関誌、赤旗が、赤旗であった時のものをそのまま流用している。 かつて全日本学生自治会総連合に加盟する各自治会に定期的に機関紙を送りつけていたことがあり、そういう意味では機関紙活動を重視していたとも言える。1990年代に入ってからは赤旗は年1回の観光となっていたが、現在では全く観光されておらず、日本人民戦線の機関紙、人民戦線の旗のもとにのみが観光されている。 ありがとうございます。